世界最強マイラー決定戦だ。はい、どうも、秘密結社フェルガム総帥ハッチでございます。今週は安田記念、安田記念といえばね、過去の傾向を見てみると、実は案外ディープインパクト3区がこのレースを苦手としてんじゃないかなっていうのが一つ傾向として出てきます。っていうのもね、まあ例えば、まあ、その前のダービーはディープインパクト3区買っときゃいいやとかね、オークスもとかね考えると、ディープインパクトっていうのが頭に刷り込まれている流れ、まあ、ましてやね、ディープインパクト3区は前田だよなんていう傾向で言っても、例えばマイルチャンピオンシップ、まあ、過去10年のデータを見てみるとっていうか、まあ、ディープインパクト3区の初年度が2008年生まれだから、まあ、2011年から過去8年分のデータを見てみてもね、そのうちディープイン過去8年でディープインパクト3区マイルチャンピオンシップは馬券に絡んだのは9頭、8年で9頭ですよ。まあそしてビクトリアマイル、この安田記念と同じコースのマイルの G1、 これがね、なんと2桁10頭、8年で10頭ですよ。馬券に絡んでるわけです。ディープインパクトだもんね。それ、まあ、毎年1頭を超えるペースで馬券に絡むよという中で、安田記念はわずか5頭と言ってしまいたくなるんですね。なんと同じコースの牝馬の、まあ、マイル G1、 同じこの東京開催の流れの中でね、ダービーオークスの前にあるマイル G1 ではなんと10頭絡んでるのに、わずかその半分しか絡んでないと。これ8年で5頭馬券に絡んどいて、5頭も馬券に絡んどいてね、わずかとかね、ディープインパクトは安田記念苦手なんじゃないのって言い出すこと自体、ディープインパクト3区っていうかね、ディープインパクトが大種牡馬であることの証明でもあるかなって気はするんだけれども、まあそうやって他と比べるとディープインパクト3区が案外来ていない。まあこれがなぜなのかなって思った時にね、まあ梅雨が近づいてきて少し馬場が重くなったりとか、まあそれによってね、まあディープインパクトってやっぱ馬角度化の関係でカンカン泣きする馬が多い。まあその5頭のうち1頭がね、3歳で初めて、まあ安田記念を勝った、3歳で安田記念を勝ったリアルインパクトですからね、斤量54キロで軽かった58キロ背負ったディープインパクト3区に限れば、この8年というか7年でね、4頭しか馬券に絡んでないわけですよ。しかってつけるにはすごい頭数だって、他のね種牡馬の子からすればね、しかってつけたらあかん頭数が馬券に絡んでるわけなんだけれども、まあ、じゃあなぜそんな風になるかっていうと、まあ、梅雨時が近づいてきて少し馬場状態もね、まあ、タイム出る出ないに関わらず、ダービーまでと比べて、まあ、少し湿った馬場になりやすいのかなとかね、そういったところも影響してるのかもしれないなというところなんですね。まあ、そういう意味ではね、ビクトリアマイルでとんでもないレコードが出て1分30秒後、その次のね、オークスもオークスレコードだったし、ダービーもダービーレコードだったし、目黒記念もレコードだった。で、こっからね、また一雨来て、ここで天候の傾向が変わりましたよ。ディープインパクト消しましょう。ロード可能だも、サートルナには飛んだし消しましょうと、やりたかったんだけれども。まあ、ビクトリア前の前、週中1回雨がね、火曜日、水曜日あたりに降って、まあ、その後パンパンの両馬場。その後晴れ続けてパンパンの両馬場。オークスの週もダービーの週もそうだったし、今週も天気予報見るとそんな感じですね。まあ一応そんな感じになり得る要素としては、まあ、こっから湿度が高くなる、こっからちょっとムシッとした感じになりますよって言うんだけども、ダービーの日なんかね、帯広で30何度とかね、帯広で正午の段階で38点何度、5月の日本最高気温を帯広で更新した、東京少し雲が出てるからそこまで気温上がってないけど、もうさ、ダービーもうこれ、ダービーここまで来たけど外出るの嫌だなっていうぐらい暑かったわけです。まあ出たけどね、出たけどゴール前3列目ぐらいでね、うまいこと観戦してたんだけれども、いや大変だった。先輩連れてったらね、先輩はもうもうダービーは嫌だってね、指定席で見るってね、だだこねてたぐらいでね、もうそんな感じの暑いダービーだったから、まあ多少湿度が上がるとはいえ少し気温が下がる分、これまでのそういう傾向のような、ちょっと雨が増えてきたからとか、そういう傾向変化はしないんじゃないかな。まあそれでなくても2強だしなと、この2強のどっちが強いかの真の決着になってほしいな。もういいじゃん、当てに行くって意味でもね、もう2強の2等軸で行きます。まあここはね、もう素直に最強決定戦、一応ね、過去10年の傾向で言えば、まあ、やれね、まあ、笛が無罪予想のポイントとして最初考えてたのがね、こういう感じでディープインパクト3区が苦手にしているとか、ディープインパクトに限らずサンデー系が案外苦手としていて、非サンデー系が来ているって言いたいところなんだけれども、まあ、1番人気、2番人気、キングカメハメハ系とサンデーサイレンス系ってことになりますか。まあ、ロードカナダ3区とディープインパクト3区、一応分かれててちょうどいいしね。まあこんだけ強い競馬ここまで見せてきた2頭ってなったらね、まあ相手探しでいきましょう。まあ相手探しにはこの笛ガム材も一応念頭に置きつつですね、いきたいと思います。まあというわけで今回特注どっちにするか迷ったんですが、
まあ一番人気のアーモンドアイ、まあ、海外帰り初戦というね大きなハンデがあるんでね、飛ぶんだったらその要件かなというところはあるんだけれども、まあ、なんだかんだねそういう意味で言えば、まあ時計の裏付けがある馬、まあ、パンパンの両馬場レコード決着ですよ。この4つの重賞が全部まあそのレースレコードコースレコードで来てる。まあビクトリアマイルが1分35 30秒5っていうスーパーレコード、まあそしまあコースレコードですね。そしてオークスダービーがそれぞれオークスレコードダービーレコードで決着してね、ダービーなんか90何倍の大穴が勝ったのにレコードですよ。まあそして目黒記念もレコードだったという中で、まあ今回も集中に一度雨が降るだけという感じで、まあ、少しあの湿度が高いような感じになる可能性はあるにせよ、まあ、またパンパンの両馬場だろうなと。時計が出る馬場、牝馬のビクトリアマイルで30秒5だったんだからね、もっと日本レコードが出てもおかしくない、世界レコードが出てもおかしくないと。世界レコード実績ある馬いるじゃないですか、アーモンドアイってことになるわけですね。まあジャパンカップの2分20秒6、まあそうなってくると、まあ実裏時計の裏付きがあるのはこっちかなってことで、アーモンドアイをまあ20丸、まあ二等軸でね、行きたいと思います。まあそして2番人気ダノンプレミアム、まあこの馬もね、朝日杯フューチュリティステークスでのね、あの先行して後続おいでおいでして同じ足が使えるっていうのはね、圧倒的アーモンドアイに対しても同じ競馬ができるかなっていう意味では、こっちが勝つ可能性を考えつつも、まあ一応ね時計の裏付けっていう意味で世界レコードホルダーのアーモンドアイに敬意を表して印の順番はこちらでいきたいと思います。でまあここから紐ですね、まあ、まずは3番人気のアエロリット、まあ、去年2着からねリピーターレースじゃないのかな、安田記念はちょっとリピーター厳しいかなっていうかね、まあ東京競馬場のこのチャンピオンコースでリピートするのも厳しいだろうっていう中で、安田記念そこそこリピーターいる中で、まあ、過去10年ってことで目ね、まあ、見ていくんで、最初に目についたリピーターが10年前のウォッカと9年前のウォッカの連覇、まあ、そうするとねウォッカ追悼で東京競馬場には銅像まであるわけですね。まあそしたらこれ牝馬が、まあ、東京競馬場改装してから牝馬よく来るよなんて言いながら安田記念案外来てなくって、ウォッカが連覇して以降牝馬の馬券絡みが一度もなかったんですね。それ以来の馬券絡みとなったのがアエロリット、まあそしたらねアエロリットがリピートすることでね、まあウォッカの追悼っていうかそういうサインになるんじゃないかなっていうね、まあ、もちろんこの馬自身強い馬ですしね、海外帰り一つ叩いてみたいなところで言えば、まあこの馬関東限定みたいなところがある馬ですから、関東じゃすごい強いよっていうところも含めてね、まあ、超チャンピオンクラス2頭の次ぐらいには強いんじゃないかなっていう、この3番人気は妥当だぞとまあ妥当な順になっちゃいますけれども、まあウォッカ追悼っていう意味では素直に買っちゃおうかなということで買いでいきたいと思います。1番人気から3番人気まで全部印を僕が打つの珍しいんだけれども、まあそんなところでね言い訳も立つんでね、まあ、そして想定4番人気ステルビオ、こんな人気するかっていうと、前走ね大敗したのは気がかりですね。まあ、ただ前走大幅馬体重減と言いたいとこなんだけども、その体重って、まあ、その前が大幅増していてちょうどいい体重になったように見えての、まあつまりマイルチャンピオンシップを勝った時と同じ体重で大阪杯負けてますからね、体重の乱高下が激しい上にそれで勝つ負けるが激しいんでね、これちょっとね非常に狙いづらい馬になっちゃったなっていうのとね、まあ逆に言えば成長してんのに、まあ、前回と同じ体重で出てきて実はがれてたんじゃないかなと、そうなってくると立て直し難しいぞとかね、まあ、そういう意味でねちょっと非常に狙いどころが難しい、まあ、で同じような例を探したら、2011年のリアルインパクトっていう馬がいたんですけど、これが3歳でマイルのコバの G1 を買って、でこの安田記念前にまあ同じように体重の乱高下とか少しあったりしてね、マイナーズカップをしんがり負けした後の臨戦だったんですね。人気よりは上に来たけど6着、まあ微妙な結果だったということを考えると、まあステルビオも同じようなパターンかなということでね、まあリアルインパクトが同じ感じの仕上がりで同じ感じの着順ということで消しでいきたいと思います。まあ、そして、ね、想定5番人気、インディチャンプ。この馬はね、この馬のお母さんが、のウィルパワーのさらに母がね、トキオリアリティっていう馬でね、この馬のお兄さんの、アイル・ラバゲインっていう馬も前スプリントマイルで活躍したんだけども、弟のリアルインパクトっていう馬が確かに、ね、安田記念を勝ってるんですね。まあ、そう考えると結構ね安田記念向きの血統かなっていうことでね、しかもね父ステイゴールド母父キングカメハメハですか、まあこの辺もねこの
馬場が渋ったら渋ったでこの辺の血統の力で浮上してくるなってことで、ね、どっちで構えてもまあこの馬は切れねえぞということで血統的には変えていきたいと思います。まあ、そして想定6番人気サングレーザー、まあ、この馬もね父ディープインパクトってことで、ディープインパクトって安田記念結構苦手なんだよなみたいなところとね、まあ、苦手と言っていいかどうかっていうね、ここ8年で5頭馬券に絡んでるんであれなんですが、まあ、ここに来てねちょっと戦績を落としてきてるなみたいなところとかね、いろいろあってね、ちょっとね消しのまんまにしてしまいましたが、本当はひらめきはなこれだよなみたいな感じで迷ってきたこの1点って感じで消しでいきたいと思います。まあ、そして想定7番人気ペルシアンナイト、この馬の父がハービンジャー、ハービンジャーといえばね、ヨーロッパの、12ハロンでね G1 を大楽勝して圧勝してタイムの裏付けがある、まあ、そう考えるとね、ノームコアがビクトリアマイルカップに、ね、勝った時に言われたのがね、なんだかんだでハービンジャーって時計の裏付けがある、時計が速いレースが得意な G1 馬、まあ、その血統が出たよねと言われたし、このペルシアンナイトも同じ父ハービンジャー3区っていうことでね、まあ、そういう意味では非常に興味深いんだけれども、まあ、この馬のレース結果を見てみると、マイルチャンピオンシップは3歳児に勝って去年が2着というところなんだけれども、その前後ね安田記念だ富士ステークスだとね東京のマイルでは大きく負けてるんですね、まあ、左回りが苦手なのかなというところの適正面、まあ、ハービンジャー3区ノームコアも勝ったし買いだよって言いたいところはですね、血統だけ見てればそうなんだけれども、この馬個体を見れば東京苦手ってことでね、そんな血統ばっかり言ってませんよということでね消しでいきたいと思います。まあ、そして想定8番人気モズアスコット、この馬がね去年の覇者ということで、去年ねなぜか調教代わりに安土城ステークスを使うっていうねわけわかんないことしてくれたおかげで、そこでしかも2着に負けるなんていうことのせいで、いや連投なんてとかって言って消しちゃったんだけれども、矢作先生の連投は勝負係とかね、その辺でね本当は買えばよかったとかね、まあ酒井隆盛がねその時安土城ステークスへぐったんじゃないかみたいなこと言われてたんだけど、酒井は上手くなったし、まあね、しかも酒井の成長もあるし、てかね酒井隆盛で何度も馬券やられてんだよね最近ね、まあしかもねまあ今回は前回酒井隆盛ルメールの乗り換わりで勝ったけど、ルメールから酒井隆盛の乗り換わりで勝ったらね、まあ G1 初制覇いいよねっていうかね、彼もそろそろそういうチャンスを得てもいい頃、まあ2強の相手っていうのはきついかもしれないけれども、若手だからこそ無欲なね騎乗で3着拾ってくれたらね、まあそれはそれでありかなということで変えていきたいと思います。まあ、そして9番人気ロジクライ、このコースの重賞勝ち馬っちゃそうなんですけどね、ただハーツクライ3区ってねこのコースでのこの安田記念の馬券絡み1番人気で2回馬券に絡んでるけどね、ジャスタウェイだってギリギリだったし、まあ去年のねスワーブリチャードに至っては1番人気3着ですからね、ハーツクライ にとっては実は根本的に今向いてないのかなと、まあ、サンデー系自体が案外来てないレース、非サンデー系の台頭なんてことで言えば、まあハーツクライ3区がこんだけ人気薄だったら買わなくてもいいかなっていうことになってしまうんでね、消しでいきたいと思います。まあ、そして想定10番人気フィアノロマーノ、この馬で前走ダービー強チャレンジトロフィー勝っててね、まあ、非常に面白い存在と言いたいところなんだけれども、この馬の戦績を細かく見ていくと大敗してるのが2回、新潟でね条件馬時代2番人気で10着ぐらいに負けてるのかな、あと去年の KO 杯スプリングカップでね12番人気のしんがり負け、左回り苦手なんじゃないかなってところでね、ちょっとこれは消しでいってもいいのかなと。ただね例えばその辺徐々に克服して来年の安田記念に出てきたりした場合にね、まあブラックホークがダービー強チャレンジトロフィーを勝って翌年に安田記念を勝ったみたいにね、まあそういったことは起こり得るのかなというふうに念頭には置いておきますが、まあ、ここは消しでいきます。まあ、そして想定11番人気スマートオーディン、この馬ねダービーに無理くり出して故障して以来2年の休養を経て、やっぱね大きな故障による長期休養ってその後何走かは凡走することが多いんですね、5走連続凡走したんでね、まあ、阪急杯11番人気1着とはいえちょっと信頼しきれるのって言ってたらね、まあ、そのまあもちろん阪急杯もそれで外したし、その次の KO 杯スプリングカップの時にね消してみたらね、まあ、コメント欄でいや阪急杯で馬が変わってましたよと、でも適正どうなんすかってとこもあって消したんだけれども、今回はね適正っていう意味ではこの馬の父ダノンシャンティがねこのコースの G1 ウィナー、まあ、NHK マイルカップですけどね G1 東京マイルで G1 勝ってる馬の子ってことでね、
ここは適性あるってことにしたいと思います。まあ、前走も、まあ、馬券的には結局最終的に外してんだけども、この馬消したことに関してはね、まあ、不利もあったりしてね、負けてくれてよかったなってところではあるんだけれども、ここは紐で拾ってね、紐割れで狙いたいと思います。まあ、ここまででね、紐4点、まあ、一応もう1頭ね、ひらめき大穴みたいな形でね、買わせてもらって、前回の、と日本ダービーとね、同じ買い方で20点の3連単ということにしたいんですが、ひらめき大穴想定13番人気キリアイノーテック。確かにこの馬東京マイルは G1 実績があったと思うんですね。 G1 勝ってたんじゃないかな。まあ、要はね、去年の NHK マイルカップの勝ち馬、まあ、NHK マイルカップから安田記念につながってないですよとは言いたいとかあるんだけれども、まあ、ディープインパクトの子がね、だしディープインパクトは案外ここを苦手にしてんだけれども、まあ、ノーザンファームのディープインパクト3区より他の牧場っていう意味でもね、これは狙いどころかなということで、まあ、ここまでで紐5点。まあ前回の日本ダービーと同じで、この軸2頭のどっちかが勝つ3連単っていうのは合計20点になりますから、そんな感じで買ってみたいと思います。以上ハッチーでした。最後までご視聴ありがとうございます。今回もまた頑張って馬券を当てたいと思っておりますので、チャンネル登録よろしくお願いいたします。